こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久々に髪の毛を染めていきたいと思います。ということで、最近赤髪にしたんですけれど もう染めて1週間ちょっとかな、2週間ぐらいかな経ったんですけど、さすがにね、やっぱね、ブリーチをしてカラーを入れると色がね、長く持って1週間、2週間、3週間そのぐらいなんだけど、もうそろそろね、落ちてきて、最初の方はオレンジですごい気に入ってたんだけど、オレンジにもしたかったから気に入ってたんだけど、もうさすがにもうさ、でもちょっとヤンキーっぽいね。さすがにちょっとヤンキーっぽくなってきたので、今回は自分で赤髪に染めたいと思います。久しぶりのカラーですね。で、今回はちゃんと道具を揃えました。で、最近ね、すっごいね、なんか夏休みだからかわかんないけど、何で染めてますかとか、初めて染める色は何色がいいですかとか、何のカラー剤がおすすめですかってね、すごいね、質問いただくので、今日はそれにね、私の体験談なんですけれども、それも語りながら染めていこうかなって思います。ということで、染めていきたいと思います。まずカラー剤を作ります。今回買ったのはですね、私いつも自分で染めるときはエンシェールズ、普通の市販のカラー剤で染めるときもあるんだけど、こうやってね、がっつりブリーチした後に色を入れるっていうなると、エンシェールズのカラーバター使ってます。で、今回用意したのがこちら。うわー、すごい、アメリカのテレビショッピングかと思ったこちらのリアルレッドっていうカラーと、こちらガーネットレッドっていうのを買ってきました。買ってきましたっていうか、アマゾンで買いました。ガーネットレッドがすごいブラウンに似てしまって、あ、似てる似てる似てる。これモカブラウン、私前までモカブラウンとパープルで染めてたんだけど、ほら、こっちがモカブラウンで、こっちがガーネットレッドだっけ。え、めちゃめちゃ似てるんだけど、なんなら差がわからないっていうね。でも一応レッドとブラウンなんだろうね。あれどうしたっけ。今回はこのこちらのリアルレッドとこのガーネットレッドを合わせて使っていきたいと思います。エンシェールズのカラーバターは絵の具みたいに色を混ぜて作れるので、自分で色を調合して作りたいと思います。で、今回は100均で買ったタッパーですね。普通の食品用のタッパーなんだけど、カラー剤用にしちゃいます。で、結構前回の仕上がりのピースで染めてもらった時が明るめの赤だったから、多分ね、リアルレッドだけだとすごいカラーになっちゃうと思うので、8対2ぐらいで1回入れていきたいと思います。すごくない？デザートみたい。こんな感じ、うわ、すごい、ジェラートみたい。こんな感じに入れました。で、混ぜます。カラー剤が足りないかも、もうちょっと入れよう。結構今ブリーチしたてぐらいの色になっちゃったのかな、ぐらいだから、作った色のまんま色が入るかなって思う。染めたてのカラーが結構ね、気に入ってたのでね、それに近づけるように作りたいと思います。エンシェールズのカラーバターはやっぱブリーチしないと、まあさすがにがっつり綺麗な色は乗らないんだけど、意外とね、黒髪っていうか少し色素薄めだったら、そこまでがっつりあっていう感じには乗らないけど、これトリートメントだからそんなに傷まずにカラーができるかなって思います。この辺かな、ちょっと赤強めなんだけど、この色、どうしようかな。でも結構この色でも可愛いかも。じゃあこの色で仕上げでいいかな。 OK、 完成した色はこんな感じです。多分大丈夫かな、結構赤めになっちゃうと思うけど、まあ赤好きなんでいいでしょう。ということで、うちには被るものがないので、このビニールテープを先っちょ切って頭をスポッて出します。よく見るとすごいオレンジなの。そしたらカラー剤が顔についた時にカラー剤がすぐ落ちるように生え際にワセリン塗ります。これで膜を張らせる。特にね、もみあげ部分とね、耳はね、重点的に塗っとくとおすすめ。あと首か。はい、オッケー。さて、塗っていきましょう。ちょっと今回はしっかり塗りたいので、上と下に分けて塗っていきたいと思います。塗ります。待って、結構赤だな。いっか、多分いい感じになる。感じなのかな、色はちょっと暗めになっちゃいそうだけど、まあどっちにしろ色落ちはするので大丈夫でしょう。塗っちゃいます。全部塗ります。なんか金髪とかだとプリンになってきた時にすごいわかるんだけど、赤ってさ、割と暗めの赤入れちゃえばさ、意外とね、プリンが目立たないんだよ。もうカラー剤がなくなった。自分で塗るとさ、後ろがわかんないんだよね。ね、ひろくん、はい、見えてないところを確認してほしい。あー、その生え際、耳の上のやつ、ここが黒い。黒は仕方ない、だってブリーチしたよ。こういう感じ、うん、いいんだな。はい、こんな感じで染められました。ヒロくんチェックも入って、一応ね、綺麗に染められてるでしょ。ラップ巻いても、ちょ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 、そこの前のクラウド当たってください。その前のクラウド、ちょちょちょ、柳沢慎吾。これはこのままなのね。こうしてくれないかな。はい、
ということで、スメスメ終わりました。ここからだいたい30分か20分ぐらい置いてお風呂に入っていきたいと思います。多分動画撮ると次の日だと思うんですけど、仕上がりはこんな感じです。どうぞ。はい、ということで染め終わりました。ちょっと次の日になっちゃったんですけれども、早速どんな感じに染まったのか見せていきたいと思います。3、2、1、じゃーん、こんな感じになりました。大満足の仕上がりです。結構ね、美容室で染めてもらった赤髪に近い感じに出来上がりました。色ムラもなくね、すごいよく塗れたと思う。ちょっと近くで見せていこうか。まあブリーチはしてないからプリンにはなっているんですけれども、まあ、赤だからそんな目立たないでしょうみたいな感じ。よく染まった。塗ってる最中すごいね、結構暗い色になるかなと思ったんだけど、流してみるとね、すごいいい色になりました。ということで今回の大成功という形です。で、私ね、結構髪の毛染めてるんですけど、みんなからね、髪の毛ツヤツヤでいいなみたいな、ね、感じで悩んでくれてるんですけれども、意外と私毛先の方がすごいチリチリなんですよ。で、この前ブリーチした時に本当に結構チリチリになっちゃって 2,3 センチ切ったんですよ。遠くから見るとツヤツヤに見えるけど、毛先とか見るとチリチリだよっていうのをお伝えしておきたいです。やっぱりブリーチとかカラーとかいっぱいするとさすがにツヤツヤの人もね、毛先とかはねダメになってきちゃうので、そこのケアはね、美容院にトリートメント通うっていうことしか多分できないと思うんだけど、家でできるケアの方法をちょっとご紹介してから終わりたいと思います。ということで、私が使っているヘアケア商品をちょっと紹介するんですけれども、まずシャンプーとかするときは普通の、私はラックスのダメージ補修のやつを使ってて、風呂上がりに髪を乾かす際にこれです。じゃーん、何本も愛用してるんですけど、ロレアルパリのエクストラオーディショナリーオイルリッチフィニッシュ、流さないタイプのヘアトリートメントを使ってます。私ね、これ何個買ったか覚えてないぐらいにすごい愛用してる商品なんですよ。すごい香りもいいし、しっとりするんだけどそんなベタつかない感じのオイルで、すっごいおすすめ。これをつけてから髪の毛を乾かしたりとかしてます。お風呂上がりのケアは以上です。普通でしょ。ラックスで普通にシャンプーとリンスして、あとこれだけでもね、このオイルを使うだけで全然違うので、髪の毛パサパサとかツヤがないなっていう方、このねやつ使ってみるといいかなと思います。これね、いろんな種類があるんだけど、私はリッチフィニッシュっていう金色のやつを使ってます。で、朝起きてセットする時なんですけど、その時にこちら、じゃじゃーん、結構前に紹介したと思うんだけど、ファンテンのトリートメントウォーターを使ってます。これもね、洗い流さないタイプのトリートメントなんだけど、私ね結構ね、朝のね前髪の寝癖がすごいので、これを全体的にシャシャシャってやって、細いコームで溶かして、少し濡れちゃうのでドライヤーで乾かしてからアイロンとかしてます。このね、2本使い結構私はおすすめします。これね、結構量も入っててミストで出てくるので、寝起き急いでる時とかね、シャ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 ってできるのですごいおすすめです。で、巻いたりとかした後にワックスとかね、つけると思うんだけど、私はワックスすごい嫌いで、ワックスつけるとね、やっぱ髪質がなんかゴワゴワって感じになっちゃうので、ワックスじゃないんだけど、こちらシュミールフランのメルティーバターバームヘアトリートメントとハンドクリーム、これを使ってます。ヘアトリートメントなんだけど、少しね束感とかウェッティ感を出してくれるし、そんなワックスほどじゃないんだけどキープ力もあるので、これを使ってます。これすごいね、いい香りするんですよ。こういう白いバームタイプのやつになってるんだけど、まあマジでね、すごいいい香りがするの。ヘアセットするときはヘアトリートメント兼ワックスみたいなのを使ってます。私の最近の髪の毛のツヤの保ちはこの3つで出来上がってるっていう感じです。すごいおすすめなので、髪の毛いっぱい染めてゴワゴワになってる人とか、ツヤがないなっていう方はぜひ試してみてください。ということで、以上今回のセルフカラー大成功ということで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。